皆さん、いつもの IGNJAPAN のダニエルと野口です。よろししくお願います。今回、ですね、第二次世界大戦が舞台となるバトルフィールド5のキャンペーンとなるウォーストーリーを日本でいうと大戦の書ですね、モード名が。キャンンペーの名称 知らなかった。<laughs> <laughs> はい、えっとまあちょっとプレイしてきたのでちょっとねあのその辺についてちょっといろいろ語り合いながら野口さんまだプレイしてないですけどすどっちかというとマルチのベータはプレイしてす、ね、そうですねマルチプレイのベータやってるのとあとバトルフィールドは前作で前作とプレイしてきたので、はい、まあちょっと意見言えればなと思います。はいはい はい、というのはまあ今回ね、まあ、ウォースあの元タイトル「ウォーストーリーズ」というのはその,、はい、そのまま本当にこう、まあ、戦争の物語みたいな <laughs>、ね、意味なんですけどバトルフィールド1にもあったんですね、うん、バトルフィールド1の場合はあの第次世界戦です今回は第二で戦争の中で、うん、こう世界を救う,こうスーパーヒーロー的な人ではなく普通の普通の、まあ、軍団的な人の ストーリーリそう本当に一般の兵士の視点からストーリーは描かれていきます。ということですね、今回も同じくですね、今回、バトルフィールド5の場合は、えー、と 4, つ4つありまして、4つありましてプラスプロローグですね。プロローグはまあバトルフィールド1にもあったんですけど、はい、えまあちょっとこう簡単にこう、ま、あ なんていうゲームの内容の紹介です短めのもののモンタージュみたいんですけどプラスえっ、ー、とローンチローンチあたりでは、うん、さらに3つのウォーストーリープラスさらにさらにもう一つは追加,後か,追加後から追加されるのがから追加されるのがなるほどまあちょっと後でね、はい、後ほどどれが何かちょっともうちょっと詳しくそうです、ね、言うんですけど、はい、まあなんていうんですかね第一世界大戦に比べると、うん 第2世界大戦は、うん、やっぱこう何て言うんですかねいろいろ武器とか具<ー>技,術技術の技、ね、あの発展はね、はい、かなり進歩してますからなので多分第1戦災だったら、うん、もうあの戦災、えー、第1世界大戦ですね みんなすごい弱い武器を使いながら大変な戦い、ね、結構すごい武器かもしれないね今人が多くまあ死にましたけどもちろん第二次世界大戦でも死にましたけど、はい、えっともうちょっとこうねあのなんていういい強いこう武器を使ったりして、ね、よく最近の FPS でも出てくるような武器がもうこの頃には出てくるので、はい、おなじあのおなじみのね武器がたくさん出てきて使いやすいと思いますよまあいわゆる結構なんていうダイナミックなはい。 戦いはできるかなと感じまして、うん、特に、えー、となんていうまあその第一第二世界大戦の差はなんだっていうのはそういったところ、うん、たっぷり、まあ、すぐに直感で分かるような感じでまあちょっといろんなその一般兵士のストーリーもありながら、うん、まあ一応ヒ,ヒストリーレースみたいな歴史の勉強になるような。 ものですねウィキペディアを読み,るよよ読み上げるよりは没入感ありまして <laughs> 確かに、うん、その辺って野口さん第二次世界大戦って詳しいかどうかですか、はい、いや僕も本当にゲーム程度ですよいやその今言った話じゃないけどウィキペディアで無理よりはこういうバトルフィールドとかシオリで、うんえー、ここ辺の世界大戦については まあ、知ったふうななでいます <laughs> なるほど今回ですね私がプレイしてきたのはまず、まあ、プロローグをプレイしました、はい、プロローグの場合はですねまだあ,のあんまりこう詳しく伝わないでとお願いされてるので、はい、そういろいろまだこう短いものなんです <laughs> あなるほどまあ一応こう本当にこうウォームアップだ,だけなのでまあ10分ほどのゲームプレイのあるものなのでうもうネタバレしないようにください、うん、ということなのでなるほどあんまり詳しくは言わないけど、はい まあバトルフィールドワンと同じように、うん、複数の、あの、平均の、あの、役を。プレイするんです、ね。なるほど。なので、いろんな国で、いろんな舞台で。いろんな戦いで、入ってきて。ちょっとだけ、プレイして。してはい、すぐ終わるような。そうですね。それで、まあ、なんていう、まあ、一テーマというか、その、まさに、その、まあ。 技術とかどこまで進化したのかとかあのいろいろ今回新しい武器ちょこちょこ使ったりするので場合によって飛行機に乗ったり<ー>あのでかいあの戦車とかはははいはい、はい戦車第一次世界大戦の時の戦車とかで今見ると全然違って、うん、第二次世界大戦の方がその今みんなが馴染みあるあのちゃんとその砲塔が前に出てるような。 はい、こういういピュってあの形が出たのが確か第二次世界大戦からですよね。ああそ,その戦車を操作できるっていうのも結構バトルフィールドとしては特徴の一つだと思います。今回ねいろんな種類の戦車もありますね。ライト、メディアムヘビー、重戦車ですね。あると思うんですけど、えーまあ、今回ねもうあの本当にこうなんていう、まあ、展開展開というかそのいろんな舞台 ちょ,っとやちょっとだけ味わっていろんな武器も味わってうん、うん、いろんな乗り物を味わって終わりみたいなものですけどまあ、でもちゃんとテーマとかストーリーはある程度ありますということなんですね、うん、でそこからあの、えー、まあ4つ最終的には4つのウォーストーリーのある中で私主に今回プレイしたのはノードリスというものですノードリスノードリス場所はどこなんですかノノノルルルウウウェェェーーー今回 寒いです <laughs> 今回はもう雪の中でステルスミッションなので最初はもう本当にこうスキーしながらす、ね、山の上からピョーンでスキーするんですよ。<laughs> すごいなバトルフィールドっぽくないけど面白いですね。その始まり方実はステルスミッションなんですけどそのスキーはいつでも出せるんですよ。そうなんですね出せるけどちゃんとしたがないと斜面がないとめっちゃ使えないのでただつけてるだけでちょっとすごく微妙な歩きをして。すぐとそれちょっ バレちゃいますぐそうそう<に>すぐにバレちゃいますもうステルスなのにいいと思うんですけど <laughs> はい、はい、まあでもあのいわゆる、まあ、いろんなベースの、うんえー、潜り込むあのとこあるんですけどそのベースとベースの間にスキーとかもあるのでるめっちゃこう楽しいですね新鮮ですねあんまり聞いたことないなまたベース好きってでも速いし<ー>ねあ,のあんまりこうあんなステルスですごい細かい動きいつもしてる中で,で 終わってピュンで行くのは気持ちいいかうパレットクレンザーですね。口なし。今回ね、主人公が結構若めの女性の女性の抵抗はの女の子です。彼女は他の抵抗軍の誰かを探しに行かなきゃいけないそですね。 敵のベースにキャプチャーされてました。囚われてるんですね。なので、今回そのベースに潜り込んで潜入して探して、一緒にこう逃げると。という、ざっくりそうですね、それシンプルな。なので、ステルスなんですけど、バトルフィールド1にもステルス のキャンンペーーモドありましたね若干そういう場所はそのステージでここはステースした方がいいみたいな場面はいくつかありましたね主に例えば「ロランス・オブ・アレビア」のステージあるんじゃないですか「バトルフィールド1」だったステルスってあの「バトルフィールド1」の場合はね私の中ではあんまりそんなにうまくできなかったというか私のんていうスキルの不足だけかもしれないですけどどっちかというとその敵のプレイスメントとか あ,あんまりこう優しいというかあんまりステルスしやすい形じゃす,すぐばれちゃうああそうですねまあ敵の配置は普通に FPS のキャンペーンであるような感じの置かれ方してるからプレイヤーとしては彼らの視線を意識してこっちから動いてなんとか対処するような形だ敵はね、はい、そんなに、まあ、ステルスゲームっぽくはないかなその配置というか、うん、そあと AI の動きとかはい よくあるのがいろんなところ徘徊してこう敵がこっちに照ららない間に今ならいけるよみたいな場所を示してくれるけど1の時はあんまりそういうのなかったかなそうですね,、うん、なでね今回ですねパトーフィールド51、うん、から5なんですけど <laughs> あの,のノーデリスステージは主にステルスなんですけどすごくなんか磨かれてるような気がしましてあのまずその前敵の配置もうちょっとこう 少人数のグループになったり、うんえー、みんなの向けとかちゃんとこうスコープで確認すればあ,<ー>あの人はそっちに向けてましてあの人はそっちに向けてましてじゃあこの順番でいけたらできるんだろうっていうプラのはちょっとやできやすくなってましてそのところはまあ私なんていう、えー、メトルギア5とかそういうステルスゲームからこういう入るとちょっともうちょっとこう わかりやすくなってるような気がしまして、うん、あの特にまあやっぱりこうステルス前提で出来上がってるんですけど、うんうん、でしかも場合によってよくあのあのクレートの中に何があるのかなと思ったら、うん、サプレッサーのついてる銃とかあったりして最初から持ってないよ最初に何も何も持ってないっけ多分じゃあほとんどその現地で調達して、はい、そこにあるもので戦う、はい、そうですね、うん <何>それもスネークみたいですねそれもスネークなんですけどただし、はいまあ、ステルスでやりなさいということではないですねいわゆるステルスじゃないやり方でも全然いけるしる、うん、あのそういったサプレッサー付けの銃以外もいろいろうるさいものもありますしまさに最初のところはうるさいものしか手に入らないんであ<ー>あので、まあ、それでガンガンクーとして殺しまくって。 あの行けますし、あとえっと投げナイフ持ってます。投げナイフ持ってるんだ。あれは一発ですよ多分一発です。あの頭とか刺せれば。ヘッドショットみたいな。はい。ですね。じゃあダニエルさんはずっとステルスで行った感じです。うんの予定です。けど予定ですね。予定です。で例えばメタルゲーファイブとかだったらステルスで行く予定なんだけどバレちゃったってなった時にすぐにアクションになるじゃないですか。まあ今回ももちろんそうなんですけど、まあ 敵の AI はそこまで頭よくはなくてまあとにかく攻撃してくるんですけどあのこう例えば横からフランクとか横からこう入ってくるとかンンキグ横から敵がですかなんかこう回り込んできたいってことですそうううそそそなるほどまあんなにしないとか基本的には真っすぐうう。なるほどなんですけど。 ええー、まあ、えー、そうなのでそのステルスのアプローチを失敗しちゃったら、うん、まあなんとかできるかもしれないですけど、うん、ただし敵は強いし自分が弱いし、うん、あまりそんなに防具つけてるわけもないしあ<ー>結構まあバレちゃうとすぐに死んじゃう場合もありまするなるほど逃げないとうまく逃げないと結構慎重にそこはプレイしないとダメな場面ですね多分はい、うん、そうだと思いますはいでまあスコープを使いながら あのその普通の敵だけではなく例えばあのヘビーなんかこうプレイスメントされてる銃がるタレットですねタレットの敵をまあ気をつけながらとかあとこうでかいタワーがあるんですけどいいウォッチタワーみたいなところであ<ー>まあ割と遠いところまで見える人たち,がち、ね、はいはい、あのあのすごいでかいライトを大きな照明をねだからまあそういった、まあ、結構定番のそうですね、はい そういったミックスがありますで、まあ、一応基本ステルスでやろうと思っても、うん、たまにどうしてもアクションになる,になるアクションしかならないところがありましてで、ね、でそういう時も例えばステルスのところでサプレッサーの武器が置いてあると同じように、うんうん、超アクション的なところでは あれあそこグレネードローンチャーとかロケットローンチャー置いてあるよねとかじゃあここは派手でいくしかないですよねとかいわゆるそのゲームからのそういったメッセージとかいましたうん、うん、セージ来てほ、ねはい、いないなのでその辺はすごく派手なところは派手しかもそのベースのなんかこういろんなこう 壊さななきゃいいけ機材があったりそういう時は普通にこうグレネードとか壊して爆発にはいはいあそこも分かってたから多分バトルフィールドとしてやっぱり破壊表現大事だから多分わざとぶっ込んでるんでしょうねステレスだけどステースだけど壊してほしいところは壊してくださいみたいなはいでまたさらに好きあそこからまた好きが次の場面までなんですけどまあ一応あのその えー、NPC キャラクターを探しに行ったら、うん、その、まあ、NPC を守るようなエスコートミッションとかあったりしてあ,<ー>あとはですね今回ね結構他のところと全然違うとかあって、うん、まあノルウェーだからその川かどうかちょっと分かんないけどすごい氷の、うん、あとなってるこう滑りやすい氷のところがあるんですけど滑りやすいっていうかあんまりキャラクターは滑らないけどあそうあの結構ね広い氷系のステージ 凍っっちゃてるんですね地面がそれは場所から場所への移動の間にあれですねで寒くなると死んじゃうあそうなんですねこれ今までなかったんだよねないですね多分でもうゼルダみたいないな最近りますねそういうの寒くなると死んじゃうのであのんていうアウトポストみたいなちょこちょこあるんですね行ってる間に そこにじゃあ一回一回回行ってかかり火を探さなきゃいけないけどもちろん敵のあその兵士はそこで待ってるからまず寒くなる前にちょっとだけタイムプレッシャーがあるじゃないですか早く進めなきゃいけない寒くなって死んじゃうので殺さなきゃいけないんだけど。 まあ場合によってすごいたくさんいる時もあるし敵全員真、ね、正面から入ると絶対にやられちゃうので,うで、ねうん、どうするのかっていうだからその辺結構ねバリエーションとして確かにすごいバリエーションがあるえじゃあそのすごい寒い時ってあんまりそこまで感じなかったんですねそであくまでそのステータスの感じで使ってるはいなるほどそうなんです しかも今回ねノルウェーだからオローラって分かりますああオロラはいわかりますわかります。出てるんだ空の中にすごく光ってるようなカーテンみたいなねはい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 もう虹色がカーテンになったすごいカラフルなものがあるんですけど今回ね出てるんですよだからその下で戦うのでしかも雪の上ですしロマンチックですねロマンチックロマンチックの戦いでも非常に綺麗なんですよね。 それはちょっと全然知らなかった情報でした。へえ、そんな場所は。結構、横にも出てた感じだと思うんだけど。ソ、ね、ーラがするとそんな。オーロラ出てるんです、ね。そう、<ー>綺麗なもの。あとですね、あの今回あの、ノードリスの今回のステージだけに限らないんですけど、あすべ、うん、てのステージなんですけど、うんと、これは、まあ、日本版もどうなるかはちょっとわからないけど、はいうん、あの、えー、声優はその国の人が声優やってる、うん、その言語で。

まあ最近のアクションゲームとかねそれはあんまりないじゃないですか、ね。ないですね。えこうまあユーザーはある程度頭良くて理解するんだろうという、うん、まあ発想で今回やっと思うんです。ユーザーへのそのなんていう信頼 <laughs> 信頼 <laughs> 入れてるんですけど、まあ雰囲気がそれですごくいいんですよ。まあ確かにそうですよね。よくあるのはそういうノルウェー舞台でも。 兵士しゃべるの英語だったりしますもんねそれがちゃんと現地の言葉で話してくれるっていうのは、まあ、それだけすごいリアルだし、うん、没入感もありますよね。そう、うん、本当に没入感にたっぷりつながる。うんうん、ただし一つだけの問題は、うんまあ、戦いの中でたまにねあのいろんなこう話が出てくるんですはい。それで戦いながら字幕読むのは不可能の場合もあるけどまあでも <laughs> まあ <laughs> なんですかね。そこまで大事なネタは、いわゆるなんとなくその向こうの言語を分からなくても、うん、そのまあ表現というかその喋り方で、あ<ー>あ今は危ないぞと言われてるんだろうとか、あまあなんとなく、なんとなく確かにわかりますよね。<laughs> はい、そういう部分は。うんはい、僕もロシア語わかんないけどなんか。 グラナーターって言うとあグレネードかなみたいな <laughs> <laughs> かなみたいな時はあります <laughs> なるほどはいどまあノードリスは大体そんなところも結構たっぷりありましたね、はい、あの私うプレイしたのあの多分おそらくね、あのー、腕のいい人だったら、うん、まあ30分40分ぐらいでクレイできるかなと思うんだけど<ー>私どっちかっていとステルスでゆっくりゆっくり慎重,にあの慎重にいてしかも バレちゃったら、まあ、すぐに死んじゃってもう一回、リロードやってたので、はいうん、多分一1時間半ぐらい、2時間ぐらいであのプレイしてて最後までいかなかった。あいい今回いい、残念。ぜひ製品版の方でね、最後までプレイしていたただきたいか、うん、の「他のウォーストーリーズでいうと残り、ね、3つありまして、えー、ローンチには、ね、2つで後からもう一つ、追加されるんですけど。はいはいはい まずアンダーノーフラ l グというステージがありましてこれすべて英語のタイトルなんですけど u n d ー r n o グはえっはアフリカの砂漠で行うなんていうんですかね全然ノーテリスはね意外と静かな若い女の子がいろんな問題を持ってる子が静かに静かにステルスで入るような話なんですけど今回そうじゃなくて反逆分子分子的なあ反乱分子みたいなそう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  うるさいやつらです。レネゲード。はいはいはい。ゲリラみたいな。いはいはい。なので、本当に想像し、的な雰囲気があるようなステージで。あとはですね、ティラルー。ちょっとティラル英語じゃないんですねフランス語か。ティラルー。ティラルー。ティステージあるんですけど、今回はですね、 えーまあ、南フランスの,その植民地兵士のお話植民地時代フランスの兵士たちの話なんですけど、はい、まあオペレーションドラグーンという実際に戦争にあったらしいんですけどあ,あ,あんまりこう映画だったりゲームだったりそんなに舞台になってないストーリーらしいんですけど,あど今回はまあちょっと珍しくなるほど描かれてるないる。 作戦を今回ゲーム化したっていう部分ですよね。バトはい。まあ、今回ですね、その彼ら、えー、その兵士たちは、どっちかというと忘れ,られ忘れられてるような感じで、<ー>いわゆるあまりサポートそんなになかったらしいのでなるほど。結構きつい戦い。<laughs> <laughs> その舞台だけがなんか孤立しちゃってるような状態で、はい、ああ。それは大変ですね。いや、大変そう。 あとですね、こちらはまだローンチに間に合わないけど、うんえー、ローンチの後で、ザ・ラスト・タイガーというステージがあるんですけど、タイガー1というあの戦車があ戦車ド,イドイツ軍にあったらしいんですよ、ね。はいはいはい、イタイガー1ってす,すっげえでかい戦車なんですよ。すねうん、あのキャ,ノンキャノンなんていうんですの、銃の大砲の分砲部分は、はい、普通のシャーマンタンクより長いらしいです。うん 長いそうですすねシャーマン戦車のべてよりすべてより長いんですね。なのでかなりぶってかいドイツ側で開発されてた戦車なんですけどすごく技術的にすごくアドバンスなものですね。一応本当に最新的なもので本当に強くて怖いヘビーヘビーヘビータンクなんですけど実際ねちょっとまあ 今回の戦争の中っていうその本当に後半に出てきた、そうちょっと遅かったという話がありますよね。なので今回ラストタイガーというステージは、うん、えっと1945年のベルリンで行うのでもう本当にこう戦争の最後のとそうですね。でベルリン本当にこうまあラインランドのそのうこうラストスタンドのところですね。もうヒトラーもその場で死んでしまったところなので,で、ねはい、あの。 今回ですね、どっちかというと、うん、主人公はドイツ軍なんです。ああ、珍しいですね。なので、<ー>そのすごいきつい、きつい状態の中で、戦わなきゃいけない。ええ、どうせ勝てないぞってい。そうですね。うん、なので、あの、それは非常に興味を。確かに興味深いですね。はい、どうえ。どうえ。あの。 今回あの、まあ、ウォーストーリーズの監督のエリック・ホームズさんと、うんまあ、インタビューしたりして別の動画としてはあの掲載し,してるんですが、はい、ぜひ皆さんチェックしてほしいんですけど、うん、そのえエリックさんのお話によると,、えー、と映画の「ダーズ・ブート」とか「ブラック・ホーク・ダウン」とかそういったこう無理のある戦いに向かっている兵士たちのお話を。うん なんかこうまあ、そこからこう印象になってインスパイアされて面白そう今回のミッションを作ったらしい、えー、楽しみですね。楽しみです前回もね結構バトルフィールはそはシリーズとしてはキャンペーンずっと続けてきたんですけどこの前,前作のワンから結構キャンペーンにもっと力を入れるようになって、うん、で今回ファイブも同じように力を入れてくれてまた新しい楽しみが増えて期待したいです。 今年のコールオブ・デューティーにソロキャンペーンないですね。ないですね。ないし、すよりはね、ちょっとね。で、今回、開発は DICE というスウェーデンの会社なんですけど、DICE はね、バトルフロントもいろいろね、タイかをってるところなんですけど、バトルフロント、スター・ウォーズ・バトルフロントも1にあまりストーリーモード、そなになかったのが、バトルフロント2だったらあるんじゃないですか。だから結構その ソロキャンペーンに力を入れてくれてるのは非常に嬉しいですね。結構ね、なんかしない人とかいると思うんですけどこういうゲームでキャンペーンでもやっぱねあったが個人的には嬉しいです。あのそうですねなので本当にマルチしかやらない人がいるんですけど私、逆にマルチだとすぐやられちゃうタイプなんでそんなにそこまでよくないのでどっちかというとキャンペーンは好きですね。はい しかもキャンペーンをプレイした上でいろいろ学んでこういう武器はこういうふうに使えるんだと分かった上でマルチに入るのはいいと思いますよ、本当にそういうチュートリアルじゃないけどそういうマルチに行くための動線にもなっていると思うのでキャンペーンはそういった意味でうまく機能していることを期待しています。はいということでバトルフィールド5のウォーストーリーズのごめんなさい日本語タイトルは対戦の書対戦の書の紹介でした。皆さん ご視聴あり,ごありがとうございました。